ブルーシートに覆われながら今容疑者の女が警察車両に乗り込んでいきます殺人の疑いできょう送検されたのは木古内町に住む無職の29歳の女です女は今年3月江差町の就労支援施設の女子トイレで女の子を出産した直後に殺害した疑いが持たれています女は当初出産を含め容疑を否認していましたがその後の調べに対し容疑を認める供述を始めたことが分かりました 女の子の子死因は窒息死で警察は引き続き詳しい事情を聞くとともに女に知的障害があることから慎重に調べを進めています。